こんにちは。はい、こんにちは。はい、中田さん、監督よくいらっしゃいました。わざとらしいんだよ、そういうのが。いやいや、そんな監督っていうのもさ、いや、嬉しいよ。いや、もうちょっと僕の中では監督ですから。え、僕の中では監督です。ああ、そうかそうか。大将とかね。まあな、そっちの方がいいな。大将ね。大将の方がな。はい、いや、まあ、あの、大将に来ていただいたのは、公開謝罪をしなきゃいけない。いや、やっぱりね、僕思うんですけど、やっぱ監督時代、気持ちよく監督業をさせてあげてないなと思ったんです、僕。そうか？いや、いや、僕はそう思うんですよ。そっちか？だから俺、その謝罪するってさ、はい、俺辞めてからお前俺の悪口言ってるからっつって、俺そろそろそろそんなことない、そんなことはないです。悪口じゃないです。なんて言うんでしょうね、やっぱチームとか、まあ、やんちゃなやついたじゃないですか。まあ、いたな。まあ、例えば春とか、デニーとか、ね、おとなしい。いや、本当あの野球界でこれほど癖のあるやついるのかと思うぐらいさ。いや、いやいや、本当さ。いや、本当そうですよ、ね、キャラクター軍団だったら意外な。いや、それを僕がやっぱヘッドコーチの立場でまとめなきゃいけなかったという。でもキャラクターとしては俺はそんな悪いとは思ってないよ、だけど、ああいうキャラクターは。だけど、結構歯向かってくるやつが多かったじゃないですか。来たか。俺はそういうやつに愛されちゃったけどな。いや、ただ、春は社長と喧嘩するしね。とかいろいろあったじゃないですか。あったな。いや、やっぱね、そういう負担っていうのは、やっぱ僕が受けて、やっぱ監督は、デーンとしててほしかったんですね。いや、してたよ、それなりに。それなりにはしてましたけど、やっぱ気遣いが多かったじゃないですか。そうかな、でもそのぐらいの気遣いは、当たり前じゃん。いやー、監督であそこまで気遣いする人っていうのは僕は見たことないですよ。あ、そう。俺怒ってさ、変化してくれて成長するなら分かるけど、そういう雰囲気じゃないじゃない、あの時の DNA っていうのは。だからそれよりもみんな気持ちよくプレーする環境づくりの方に集中してたことは集中してたんだよな、俺の中ではな。お前もそれは分かってるじゃん。いや、分かってるんですよ。分かってるんだけど、だけど僕はヘッドコーチとして、やっぱり監督に もっと気持ちよくやらせてあげたらよかったなっていう後悔が。でもお前、アテネのこと考えてみろよ、お前。あんなに楽しい監督の4年間ないぞ、お前。あんな弱いチームで、お前。まあでも、あんな楽しい役に来たんだよ。でもね、大将だから、多分持ったんだと思いますよ。まあ、やっぱ若いやつを引っ張っていかなきゃいけないっていう、底上げをしなきゃいけないって。だからでも そういう素材はあったじゃん。まあ、ありました、ありましたけど、DNA 立ち上げの時からでしょ、そこから DNA をやっぱ売り出さなきゃいけないって言って、12月に就任してから、1月のキャンプ始まるまで、もう奮闘してたじゃないですか。そうだな。もう DNA よろしくお願いしますみたいな。もう広報部長。そうでしょ、まあ、だから監督で営業本部長だったから。そうでしょ、監督であり、広報部長であり、大変だったでしょ。あ、楽しかったな。楽しいって言ったって、飛行機一緒に乗った時隣でもうぐったりしてたじゃないですか。これからキャンプだって。そうでしょ。あ、それで2日目インフルエンザだからな。そうなんですよ。でもいろんなことがあって、やっぱりこう監督、まあ、大将には、やっぱちょっと、僕の方がお世話になってるのに、まあ、いろんなこともいい、もう本当に申し訳ありませんでした。あ、それを言いたかったの。全然、俺はお前とやりたかったからさ、はい、とにかくアテネで、あれだけで苦労する中でな、はい、とにかく明るくやってくれたっていうので、俺が辛い時に、笑いを提供してくれてさ、夜も寝れない時に W 歌からね、付き合ってくれてさ、もうぼちぼち寝ても大丈夫ですかって人も毎晩毎晩気遣ってくれてさ、そうやって寝かしてくれたっていうね、あのアテネでの環境で、あ、こいつだって一回真面目に野球やってみたいなっていうね。あの、真面目だったんだけどな。いや、真面目ですよ。超真面目すぎちゃってさ、あんな冗談の言えない環境ってなかったもんな。やっぱりプレッシャーはありましたね。すごかった、俺の中では。いや、でも、DeNA の監督を引き受けた時にも、やっぱ強くしなきゃいけないという、やっぱプレッシャーは感じたでしょ。いや、プレッシャーはでも最初はダメだと思ったでしょ、やっぱ。いや、ひどかったじゃん。ひどかったですね。あのメンバーはないぞ、お前。プロ野球のチームで、俺やっぱりジャイアンツにそこそこいさせてもらって、
なんだこのチームはと思った瞬間だよ。やっぱそうですか。いやー恵まれてたなジャイアンツ時代はなって改めてね、いろんな面でな、あの働く環境とかさ、うん、そのチーム事情とかね、そういうのってこんなに違うもんなのかと思ったよ。球団ってもっとちゃんと選手レベルとかさ、環境に対して気遣いしてくれるのかなと思ったけど、うん、結構放牧じゃん。まあそうですね、自主性みたいなさ、いやそれが本当は当たり前なんだろうけど、でもやっぱりジャイアンツってのはそういう点ではね、その管理っていうかさ、うん、選手管理も含めね、環境も含めね、うん、施設も含めすごくね充実してんだよ。それが本当幸せな環境だったんだなってさ、 DeNA って初めて思った。でも DeNA、まあ、あのチームを引き受けたわけじゃないですか、うんうんうん、でその時に1年目はもう諦めたでしょ、正直に好きにやれって。お前だって一緒だよ。いやそれ、いやそうですよ監督、構え目線でお前見えよ監督、あいつね次スライダーが来たら空振りしますよって言って空振りしてるんですもんね。で、いや下へその空振りの仕方がさとんでもないあの差があるさ、ああおいなってお前お前でしょみたいな。ほんで2人でこうやって潜ってね、こうやってさ大笑いしてね、隠れながらな椅子に隠れてお前前にいるからさ、お前に隠れて笑顔を作ってる監督はいないだろう。え、まあ、選手の三振でさそんな盛り上がるベンチってないよな。でもオープン戦でもあったじゃないですか、ソフトバンクとやった時に、うん、カブレラがいて、うん、一人でフリーバッティング19本打って監督数えてましたよね。うちが何本入るのかなってフリーバッティングで あったでしょ。おいカブレラに負けたぞって開口一番帰ってきたじゃないですか。豊かこれは相当やらんと無理だぞって、うん、本当1年目 あのチーム戦力っていうのはさ、ちょっと戦う集団としてはあまりにも乏しかったな、うん、戦力がな。でも選手だけじゃなくて、うん、やっぱスタッフもそうじゃないですか。スタッフっていうか、まあ、球団フロントも、まあ、そういう開幕戦環境にはあったな開幕戦、うん、だからあいつジーパンで来やがったぞってジーパンで来やがったぞってもうそっから教えていかなきゃいけなかったでしょ、うん、やっぱ大変だったでしょ、うん、まあ、チーム作りっていうか人作りだよな。まずチーム作りよりもその環境にいるメンバーの中でみんな意識を統一させなきゃいけない、うん、人作りっていうのをまずやんなきゃいけないなっていうのは最初に思ったよな、うん、いやお前も同じだと思うんだよ、そういう感覚に入ってるのは。まあそうですね、ああそういう意識を持たせて同じ方向を向くことがチームで一番大事なことじゃない、うんうん、それがやっぱりそれぞれにさ役割みたいなものがあのチームの中にはそれなりにあったんじゃないの、うん、俺らのレベルとはちょっと違うところにあって、うん、でそれで一生懸命やってるなっていうところだよな、うん、やっぱりレベルは低いよやっぱ、まあ、最初は低かったですね、そうその意識がな、うんうん、だって、うん、面白かったじゃん、今度辞めるけどさ石川武とかさ春とかさ言って春だってお前コーチだぜコーチが球団社長と面と向かってみんなの前で喧嘩したらいかんだろう。もうそのびっくりしましたね。半端じゃないもん。いやだからそういうのも抑えなきゃいけなかったでしょ。監督として。だから余計な仕事がものすごくあったでしょ。いややりがいもあったよ。いやそういう意味でのやりがいもあった。でも4月の時点でスタートしてもう秋のこと考えてたでしょ。あいやいや秋のキャンプな、もうキャンプこいつらおっしゃるぐらいの、そうもう知ってもらうぐらいのつもりは考えてたでしょ、うん、そうそのイメージはな、そういやそれやんなかったらこのチームは変われないと思ったから。まあそうですよね、うん、この若い連中にもその意識をどういうふうに高めていくかとかさ、うん、でも今やらせないところは多いじゃないですか、うん、線引きするよな、うん、だから監督はどうですか、そういうの。いやー俺は真逆の世界で育ててもらったから、それで自分がそれなりに生き残れる環境を与えてもらったっていうかな、はい、長嶋さんにしてもそう、行くぞ教師ってさワンツーマンでさ やらせてもらったあの頃の時代っていうのがね俺の財産だしね、はい、それがあってもうとにかく地獄、伊藤キャンプとかさ、うん、言われてるじゃん、はいはい、本当の地獄だから、はい、そこまでやるかっていうぐらいやらさせてもらって、で自分の技量というかさ、なんとかっていうのもいざという時にさ、
勝手に動く、うん、勝手に判断して先を読み しながらさ動いていく選手だったらもう放牧でいいじゃない、はいはい、そこまで行くレベルの選手を使えるようになったら、はい、監督業はお前が言ったようにドーンと座ってればいいのよ、うん、でそうじゃないチームはさ作っていくしかないんだから。でも、うん、監督があのメニューを作ったじゃないですか。メニュー作ったじゃないですか。1日メニュー、あメニュー、1000スイングやらして、陸上競技場に行かして、倒れるまで走らして、でも、うんうん、今の子はもうついてこないって言うけど、みんな頑張りましたよね。初日にさ、確かね、最後のメニューがトラック、400メートルのトラックを、確かね、スウェーデンですよね。あ、なんかな、400メートル、そうそうそう、300メートル、200メートル。っていうふうに分けたときに、6人ぐらいさ、肉まだね、引っかかったんだよな。それで、全身痙攣でね。そう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 。倒れもう、ギブアップみたいなさ、感じのところで、もう日が暮れてきてさ、いや、無理だな、やめようかって言った時に、そいつらが全員、いや、最後まで行きますって言って、完走したんだよ、真っ暗の中。俺、それでいけると思ったんだよ。いや、でも監督はそれ、その姿見て感動してましたもんね。そう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 、いけるいけるって、これだと思ったよ。そうですね、この意識だった、この気持ちが生まれてほしかったわけよ、うん、それをあいつらがさ、5、6人の連中が終わってもうヘトヘトになって充実したような、このやりきった顔ね、うん、あの顔見た時にね、俺ほんと涙出るぐらい、あ、これ頑張れるんだと思ったよな。いや、泣いてたでしょ。涙もろいからね、泣くぞ、泣きますよね。だからやらしたらできるということですね。そう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 、やっぱああいうことを乗り越えたら、うん、やっぱ行く先々自信になるっていうことですよね。自分がそうだったからね。そうですよね、いや、うん、僕もそうだったです、うん、関根さんに、うん、あの伊藤キャンプの、はいはいはい、もう本当同じメニューをこなしてもらうって言われて、あれを乗り切ったから僕できたと思ってますから。そうだよな、はい、裏付けって自信って、本当の自信って最後まで持てないもんな、現役終わるまでさ、うん、そうですね、現役終わってから自信持つけどな。それ困りますね。そう、はい、